住んでみるといい街だな。まだ慣れないのよね、この街。越してきたばかりだし。一人ぼっちで絵を描いていた妻のアトリエがいつの間にか賑やかになってきました。あの人そうよ、若い人。家にこだわると人生は楽しくなる。さあ、コンサルティングハウジング積水のハウス。